ハラパは、メキシコ合衆国ベラクルス州の州都である。ハラパは、ベラクルス州の中央付近に位置している。面積は118,45平方キロメートルである。人口は2005年の人口調査によると413,136人で、あり、ベラクルス州の都市としては、ベラクルスに次ぐ人口を持つ。ハラパの名前は、ナワトル語で、砂の中の泉を意味する。 ザラパンに由来する。また、ハラパは、唐辛子の品種の一つハラペーニョの語源となっている。現在公園となっている、マクルティピートルに、トトナカ人が最初に居住していた。14世紀には、現在のハラパの土地に四つ種族が住んでいた。彼らはそれぞれ小さな村を建設した。トトナカ人は、ザルティックを、チチメカ人は、トチャルカパンを、トルテカ人は、 北西地域に、テクアナッパンを、テオチチメカス人は、トラルニーキャパンをそれぞれ設立した。1313 13年頃、四つの村は発展し、ハラパンという名の一つの大きな村を形成した。第5代アステカ王のモクテスマ一世は、15世紀後半に、この領土に侵入し、イゴスペイン人のコンキスタドールがやってくるまで、アステカ帝国の一部となった。1519年、 エルナン・コルテスがテノチ・ティトランへの途上で、ハラパを通った。1555年、ヌエバエスパーニャで2番目に重要な事故であった、フランシスコ海修道院の最終建設が行われた。スペイン人が到着した時、ハラパにはほとんど人が住んでいなかった。スペインによる征服の後、メキシコ・オリザナ・ベラクルスを結ぶ道ができ、交通のハブとしてのハラパの重要性は低下し、 17世紀の間人口は停滞していた。しかし、1720年から商品を売買するために、ユカタン半島より到着した数多くの新大陸の商人との貿易により、ハラパの重要性は徐々に増していった。当時、近郊の町に家族と共に住んでいた多くのスペイン人、居住者がハラパにやってきて、1760年までに、 スペイン人とメスチソの人口は1000人を超えた。ハラパの人口が増加したことで、町の文化的、商業的な重要性が18世紀に急激に高まった。その結果、地域住民の要望に応えて、スペイン国王カルロス4世は、1791年12月18日に、公式にハラパを町に昇格させた。1772年に、 ハラパ大聖堂の建設が開始され、1784年5月18日に完成した。ハラパ人類学博物館に展示されている、オルメカ文明の巨石人登場。ハラパは、ベラクルス州立大学、ハラパ大学、穴枠大学、ハラパ校などの教育機関の影響を強く受けており、文化活動が盛んである。ベラクルス州立大学付属のハラパ。 人類学博物館には、オルメカ文明の巨石人頭像が展示されている。市役所の近く、繁華街のフアレス公園にあるディエゴリベラ美術館には、ディエゴリベラの絵画作品のメキシコ国内最大のコレクションが展示されている。ありがとうございます。